何の体操だっけこれ？何の体操だっけ？耳,耳,耳よろしくお願いします。<laughs> お願いしまい、えー、もうもなく始まろうとしてるので、えー、もう少々お待ちください。あと一分と二十秒で、うん、え十十八秒十七秒ですね。 <laughs> 16秒、15秒はい。1分と14秒もう少々お待ちください中田猫さんこんばんはありがとうございます、えー、ユーさんもねよろしくお願いいたしますねこんばんはありがとうございますお願いします、えー、もう1分を切ろうとしてます今1分切りましたはいよろしくお願いいたします 片手でやるのは簡単でしょ余裕余裕でしょやってみやってみ同時には違うってなっゃなんか1個遅れてやろうけ <laughs> できてんやっぴっぴよろしくお願いします <laughs> あもう20秒20秒ですもう始まりますよ <laughs> もうちょうど本当にいほんとにやりますよー

はい、どうもー、久田慎香です。お願いします。はいよろしくお願いします。ますやっぱりあの地元って、やっぱりいいもんだなと思って。いいよね、地元は最高。いや,やっぱり地元って落ち着くなって思うんですよね。ね。勝利もやっぱり地元いいとこ いいとこですよあっホにうんそうなんだめっちゃいいとこでもなかなか帰れたりとかしないんじゃないいやそんなことないでしょそんなことないうん毎日帰ってるよ毎日帰ってんのうんほぼ毎日ほぼっていうかもう毎日帰ってるよ毎日帰ってんの地元えそれそうでしょえ時間かからんいやまだ学生だからね毎日帰ってるよいやいや待って待って待っていえおかしいでしょ何かよえどんな人お前地元帰ってんの普通車で帰ってる車 いや車で帰ってるよ。いい加減にしろ、お前。何よ。いや、お前、地元ベトナムだろ。違うよ。誰にベトナム人やベトナムじゃないの違う、俺、那覇市三原よ、地元。お前、那覇市三原そうでしょ。え、ベトナムじゃないの違うでしょ。え、出稼ぎに来た留学生違う違う違う、コンビニで働いてるやつとかじゃないから。あ、そうなのそんな流暢な日本語喋らんでしょ。いや、達者だなって思っただ達者だな、じゃないよ。ええ。港は地元どうなのま、地元は俺もなかなか帰れないかな。 あ、なうんそうなの俺久米島なのにウ嘘つくない。やが久米島の人って聞いたことないいや山城家のルーツは久米島だルーツはそうかもしれんけどじゃ違じゃお前が生まれたところとかが地元になるからね俺が生まれたところナシコワグラコワグラやしめっちゃめっちゃ仲良しよナシコワグラが地元なの確かに三原とあでもコワグラデージーとこだよあどんな感じのところなの夜中よ夜あのおうちの周りとか散歩するさそしたら 危ない人がたくさんいる全然よくないな危ない人たくさんいるの全然よくないっでもこれいいことじゃないなんでよいや危ない人が夜たくさんいるから青少年が夜出歩かないように安全を保ってる違うよ危ない人たちがこうあのコハグラの安全を守ってるって過言じゃないんですよ過言だよそれは危ない人がいたら危ないでしょそのままいやでもさ何よこれだけは言っときたい何那覇市三原は那覇で一番のスラム街だよ間違ってはない ター進化の、集まれ、ワッター進化。ええー、すいませんでした。<本> <laughs> そうですね、本編をまず始める前にですね。<laughs> えー、那覇市三原に、えお住まいの方々。<laughs> はい、そして、那覇市三原で、育った方々。はい、えーね、那覇市、<laughs> 那覇市三原で。 生まれた方々に対して深くお詫び申し上げます。どうもすいませんでした。申し訳ございません。いや、コハグラは全然いいです。ははいいばい。ええ、全然いいですよ。ノルウェー・スウェーデンの店長さん。店長。店長が言ってたからね。ナハシム。ナハシム。い三原はスラムで。ナハのスラムって言ってました。まあ、第二のスラムはまあハグラっていうことで。スラム育ちの僕ら二人でね、こうあの今日もあの一時間ね。コンビでお送りしようかなって思ってるんですけれども。お願いします。はい、よろしくお願いしますね。ははいい。今日五月十五日。 515事件の515事件の犬飼剛が殺されたあの515事件のいや515事件じゃなくていやほんと復帰の日だろやバカかお前バカではないよ515も間違ってはいないだろいい加減にしなほんとにいい加減にしなじゃないよあのね5月15日生まれの友達僕3名いてへえ あの結構多いんですよね。あが月であニキータ5月 15? そう,そうそうそう。えニキータって誰よってなるだろう <laughs> 単純に。<laughs> 俺の昔の相方です昔の相方というか、まあ、僕ら地元も一緒だからね <laughs> 俺に関しては俺に聞いた幼稚園小学校中学校一緒だから、ね、そうなんだよね、うん、すごいねまあ今どこで何をしてるか分からないですけど <laughs> まあ消息不明というところでねそうだね多分めでたいなって思うんですけど、ね、<laughs> めでたくはないだろう5月15日あじゃあ4人だね俺ああ本当だ4人いっぱいいるなと思って多いね4人って、ね、復帰っ子ですよ 復帰子っていうのこういう人たちのこと初めて聞いたけどあれ違う復帰子って呼ばれてるの復帰子じゃないのそうなんだ分かんないけどねいや本当にねいいなって思っててへえそうそう5月15日5月15日じゃ大変じゃないみんなにこうメッセージとか送ったりしてねそうそうそうだから去年一昨年ぐらいまではやってたんですけど今年からやめましたやめたんだもうめんどくせえってめんどくせえと思ってええいいだろ送ってあげれふざけんなと思ってコピペでもいいよコピペでも送ってあげれコピペでもいいか割れないええ ると港から来たみたいなあ来た来たっつってスクショ送り合わない大丈夫やりそうだなちょっとそれが心配なのでねちょっと避けようかなと思うんですけれどもオープニングトーク地元ですね地元です今日のテーマ地元地元だからなんかさだから復帰の日でしょ今日だからやっぱりあの県民の方々はね今日ニュースとかいろいろ見たと思うんですけど改めてこううちな何中 そうだよねまたいろいろ考えないといけないかなっていうのを思って思ったんだろうね今週のテーマ地元っていうことでもうけたんですけどガリガリガリクソンって思ったはずねニュース見た人はねあやああガリガリガリクソンって思ったと思うよいやそれで言ったら北朝鮮のミサイルってなる人もいるよそれはお前そうだねそうだよ 私、ラいですよ。5月15日くくりでいこうって思ってもさ <laughs>、うん、こうやってガリガリガリクソンって言ってしまったらねたらも何でまれになっちゃうからさの <laughs> 復帰の日でもなくなくったからね。ガリガリガリクソンがこう釈放された時のこう、ね、様子とかって LINE ニュースとかさああね載ってるよねあのクソブスだな、ね、<laughs> 言うな言うな言うな,言うなって <laughs> クソブスだなんでいいよや めっちゃデブだよな腐れスだなただのただの腐れスだなデブデブデブクソンだよなただのただのな何がガリガリを言うはいどっちもクズデブデブデブクソンっていうかもうクソったれだろ、クソたただのうん何がクソったら髪切れ髪ダンパチからしなそうだよなダンパチして痩せるってそうですねえまあそんなこんなでね今日もコーナー3つほど 用意してますよえーまあねあのもう5月15日ってことでもうあれですよ何よ僕らの放送終了後にはもう16日になってるわけですよ分かるこれ何を意味するか分かる5月はもう半分が終わろうとしてるそっか半分今日満月かじゃゃ早いですよもうしかも5月が終わったら6月ですからね上半期ラストですよもうえっ待って <俺>ね、振られて6ヶ月になるんだじゃああー <laughs> クソどうでもいいんですよ <laughs> お前がお前が彼女に振られて半年とかクソどうでもいいんですよ <laughs>、うん、振られた日飲酒運転しなくてよかったな、えー、いやいやよ,よかったよ本当にいや振られなくてもやるなよお前 <laughs> ガリクソンになるところや,やめれよもうガリクソン引っ張りすぎだろ <laughs> そんな思い入れないよ俺ガリクソンにいいよもうガリ,ガリクソンは OKOKOK くそったらマジでただただブスだろただただデブでブスだろやめとけ本当に <laughs> なんだわマジでやばいねオープニングトークガリガリガリクソンのインパクト強すぎるえ今日の漫才テーマガリガリガリクソン違うよ地元地元ですよ地元ね今日はツイキャスご覧になってる方々も地元自分たちの生まれ育った地元でのエピソードとか地元ここですよとか地元のいいところとかねあればぜひコメントくださいちょっと聞きたいね紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたしますでは CM を挟んで最初のコーナーに行きたいと思いますじゃあ CM シンカー,ター進化の集まれ、ワッターシンカーガリガリガリクソンはどこの人なんすかどこ出身なんすか <laughs> そこだけがちょっと気になりますね <laughs> も俺。一番家から出るんだって思ったけどね。出るだろ、ね、<laughs> キャラだろ、ね、<laughs> あの人。本当のニートじゃないよ。キャラだよ、ね、<laughs> キャラか。お笑い芸人だよ、ね。 そうだねそうだねお笑い芸人何てこと言うのディスりすぎだろクソ出るおいお前ストレートすぎるわよ表現が私の地元住宅地しかないあ都会1個ですねじゃあね新都心都会1個じゃないですかねえどこだろうね住宅街しかないどこだろううん いはい集まれそれでは最初のコーナーいきましょう最初のコーナーは俺たちの一週間はいこのコーナーは先週の放送終了後から今日の放送開始までの1週間我々にどんなことがあったのかをニュース形式で報告するコーナーですはい1週間ね いろんなことがあったと思いますよ。いろんなことあったねありますかありますよ。お願いします。最初のニュースをお伝えします先日、荒垣氏はバイト先の塾に塾が走って登校してきて先生、走ってきたよ先生の授業絶対遅れるわけにはいかないからねと言ってくれましたが走った疲れからか授業の大半寝ていました。わ本末転倒もいいところですねだ で、その生徒はもちろん殺したんですよ。やばいだろ、考え方やば。殺してないんですか殺してないですよ。あら、殺さないでしょ、もちろん。あそうですかもちろん殺さないですよ。そうですか何言ってんすか大丈夫だったんですか大丈夫です。あそうよかった。はい、続いてのニュースです。友達に大学にいる女の人を指さして、あの人めっちゃ美人って伝えると、でもあの人結婚してるぜ、左手に薬指発見と当たり前のことを言い、周囲をにぎわせていました。 えもちろんその人は誰かに殺された殺されてないよ何 <laughs> でお前すぐ殺そうとすれば大丈夫だったの <laughs> 左手の薬指に指輪発見を、うん、左手の薬指発見っていう<ー>間違えちゃったっていう、ね、なるほどね <laughs> バカだね今までない人ばっかり見てきたのかな <laughs> そういう世界だったのかな <laughs> 裏のね、えー、結婚だからさあのさ、うん スペイン語去年スペイン語の授業を受けてて一、うん、人だけ可愛いなって思う女性がその授業を受けててお,<う>おそらく先輩なんですようん、うん、就活の話とかしてたから、うん、あの薬指に薬指してたんですよ <laughs> あ間違えました、はい、薬指に指輪をはめてた間違わないだろうや <laughs> 薬指に薬指するって。 こんなでよここんんなな状態でえ指輪はめてたわけよマジで就えあれななんんかなふざけかなふざけなわけないだろうえじや就活の話してるん多分四年生とかだわけよああ三年か四年生なはずなんだけどうん婚約はしてるとかえっ何それうんなんかあるんじゃないええおら友達婚約してる人いるよもうえっどういうことするわからないけどえ婚約って普通の付き合うたり とは違うでしょ違うんじゃないなんかもう結婚約束してるみたいな感じじゃないえー、わかんないですけどす婚約ってもっとあれじゃないの <laughs> そのなんか両家のいろいろとかももう含めてのあれやつじゃないでそうそうそう多分そうそういう系だよねそんな人いるのそんな人いるんだよ同級生そう同級生かな1個上かな噂で聞いたんだけどねえーあの人婚約したってよみたいな楽しいかな人生 <laughs> <laughs> 聞いいてどうなんだろうね聞いとこうね俺がねじゃあ港のニュース聞きじゃきましょうかニュースをお伝えします5月8日ゴーヤーの日に山城港氏の母親が誕生日を迎えました山城氏は誕生日プレゼントにとアセロラワインをプレゼントしましたがプレゼントを渡すや否や6日後の14日の母の日のプレゼントもせがまれせがまられ困惑した模様です これに関して山城氏は、うん、誕生日プレゼントにはアセロラワインをあげた,あげたから母の日にはアセロラワインの入った瓶で殴ってやろうと思う <laughs> とコメントをしていますややばやば <laughs> 続いてのニュースです山城みなと氏の家の冷蔵庫が調子が悪いせいか全く中のものが冷えずバイト先でもらった高い生ビールを冷やしても冷やしても飲めないため山城氏は冷蔵庫に対して膝蹴りを入れましたが 冷蔵庫はステンレス製で固く山城氏は膝をけがしましたバカじゃないのこの件に関して山城氏はこの借りは必ず返す絶対に許さないとコメントしています中二だ完全にわお前そういうことですけども荒れてるねなんかそうですね1週間荒れてましたお母さんアセロラワインアセロラワインプレゼントしたらそういえば母の日だよね次の日曜日ねみたいなああ じゃあ、あの日はーみたいなこと言うわけよ。えぇ、ー。じゃあ、お黙,れ黙れ、黙れ。待って待って。<laughs> ありがとうだろうと思う <laughs> まずはありがとうだろうっていうね。うん、まあ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 、それはそうだけどね。うん、まあ、焦るアセロラワイン飲んで運転すしないことを <laughs> 願いしますね。ええ、何を誰に割ったおかガリガリガリ。<laughs> <laughs> <laughs> やめれよお前やるわけないだろ、お前やるわけないよなおう違うもんなそうだよ、お前<ー>ふざけろだよ、お前最初のコーナーにまでお前 <laughs> ガリガリガリクソ響かすな、お前やめてくれる <laughs> おお、戸口さん、ええ、分からんだト戸口さん戸口さんの口癖のやめてくれるって今言ったけど、お前分からないだろ、戸口さん。 スイキャス見てる人は分からないだろお前 FEC で知らない人いないですけどいや FEC ではな FEC じゃないからこれ見てる人基本中地ぐらいだから基本見てるのは冷蔵庫の調子が悪いんすよあとーそれちょっとショックだねビールが全然冷えないんですよビールの調子が悪いんじゃないじゃんビールの調子はスコぶるルいいよ新商品だもんそうだよねオリオンビールが今60周年でうん あの金色のカンカンのビール出してるんですけ、はい、それはあのー、もらったのでバイト先でいいねあのー、冷やして飲もうと思ったんですけど全然言えなくてねへえホ、ー、ンにー氷とかは溶けてないの冷凍庫は大丈夫だあそうなんだ,だ冷凍庫に入れるのも怖いさ固まらしたくないさあそれはあるねそれがちょっとだよね冷凍庫が壊れたことあってさうわそうそうそうもう氷が全部水になってたねうわーあれ大変だったなであの金魚とかを泳がしたわけ <laughs> <laughs> ないだろ <laughs> バカなお前は金魚はそんな寒いところで生きられない金魚とかグッピーとか大御所も泳がさないよあそう水溜まりあるの水溜まりあるのお前水溜まりあったら金魚泳がせるもん泳がだろの考え方やばいねおお、戸口さんええ戸口さん分からんからやめてください戸口さんもう戸口さん分かんないよねガリガリガリクソンですけどね。ですけどねガリガリガリクソンですけどねまぁこんな感じであの1週間でする 毎週毎週振り返ってますので <laughs> ガリガリガリクソンですけどねって何 <laughs> あのー、ツイ QS をご覧になってる方々もね <laughs> 先週1週間こういうことがあったよとかこういう出来事がありましたよっていうのがあればぜひコメントくださいよろしくお願いします <laughs> お願いしますま昨日が母の日ですから、うん、母の日関連で何かあったよっていう人は多いと思うんですけどねそれも聞きたいね,ね、まあ、僕らに関しましてはね、うん、あのー、毎月やってる定期公演のお笑い劇場がもうタイトルがね 先月も母の日今月か昨日日母のでしたからやったんでね楽しかったですね楽しかったねライブも盛り上がってお客さんもたくさん来てくれて楽しかったいいねちょっとなんか母の日関連でこんなことあったよとかあればぜひともコメントくださいよろしくお願いね母の日に何だったの母の日にあげるカーネーションカーネーションあげたことある カーネーションあげたことある人いるのかなないかもねえんかカーーネションもなないか結構王道な感じはするけど実際あげてる人ってどれぐらいなんだろうなって気になるねあ確かにうんどれぐらいいるんだろうねチョコレートとかもあるよねあチョコレートなんかコンビニとかいっぱい並んでるああそうなんだ母の日の贈り物どうですかみたいななんかロッテとかも CM してるよね母の日みたいな感じでこれそうですね地元の話してます地元の話に関してもメッセージ来てますので さん、私は愛知県の豊橋市ですかね大住だけど路面電車が走っててブラックサンダーのラッピング車両が走ってるとおおあそうなんすねブラックサンダーのパッケージの模様の電車が走ってるあはいろいろあるでしょモノレールとかにもあるじゃないですか多分ラップオッケーオッケーオッケーいやバカじゃないですかちょっとびっくりした豊橋市うんなるほどねえ いいですね電車がまずないからね沖縄はうらやましいねレールモノですからねモノレールねもうレールモノってねレールモノでしょモノレール伸びるらしいねあの裏添えまで名護まで伸びたらいいんだけどね遠いねでもそこまで伸びるかな本当にいやだってさガムはあんなに伸びるんだから何の話してんの別もんでしょガムとモノレールはいやピッピさんはい那覇だけど富城よりって らしいです<ー>地元は平中ボクシングジムとかあるところかな逆じゃないか逆か早春寄りだよねそれはね<ー>早春寄り那覇寄りと早春と那覇と富城かなんか、うん、こんな手やってるさ <laughs> いや分からないけど<え> <laughs> お前カメラにも映ってないところでやんないこんな手やってるから <laughs> オルクトからへんじゃないああオルクらへんかそしたらあれだよね富士とまた伊藤満と那覇がこうなってそれやめてそれやめてそれやめてそのこのれこれこれやめて中田猫さん初めてディズニー賞を見たということでディズニー賞でしたねそうなんですよ僕らね昨日お笑い劇場でディズニー賞をやったんですよ俺が一皮むけましたね勝利はねブリーフ一丁で舞台上を縦横無尽に駆け回るっていうあの 結構なね重役を担われてましたもう出ないです、お笑い劇場卒業ということで、今月でそうです、笑いグスくに出ますあー、あー、早いですね早いでしょずいぶん早いですね小神経です中田猫さん、初めて母の日のプレゼントもらいましたカーネーション、もらったえ、お母さんなんですかお母さんなの中田猫さん、お母さんえぇえぇでも猫だから 気に匹ぐらいもんゃねそうですよ、俺ね。だいぶじゃ9本ぐらいカーーネションかかってないでしょ。あのブリーフ姿忘れられませんって言うと。忘れる早く。えぇみんなっていうか。え待って待って、怖い怖い怖いな。ありえないんだけど。えぇ、待って待って、お前。俺見せるためにやってないからさ。えぇ、やれよや。先輩に気に入られるためにやってない。えぇ、やめれや。言うなよ。レディオで言うな、レディオで。えぇえっ人のお母さん。 あらそうなんですね4時の母なんですかへえお綺麗ですよねお綺麗ですお若いですよねねえお子さんもじゃまだちっちゃいのかなへえすげえまあ母の日が昨日ということで今日がまた15日復帰の日ああね明日は何の日か知ってますかええどんな降り方よ明日はお前何の日かお前何の日とかあんな明日5月16日明日何の日俺は分からないです分からんばいや張り倒せよお前まあねまあねえじゃないよ <laughs> ねえ五月十六日明日五月十六日は何の日かわかる人をね追加するご覧になってる方でいましたらぜひコメントくださいよろしくお願いいたしますお願いしますではじゃあ、うん、ここら辺でちょっと僕三十、うん、分仮眠し,してでいいですか <laughs> なんでよなんでよ <laughs> なんでよびっくりだな。 寝るの食べ過ぎたんでこっち来る前どういうことだもんこっち来る前一緒にねちょっと早手まで、うん、<laughs> ちょっと麺ラー食べたじゃないですか麺ラーメン食べ過ぎてねラーメンとネギチャーシュー丼セット頼んだらそうそう餃子もついてきて、ね、餃子もついてきてあのまあまあのボリュームっていう、うん すごい食べてたねとっても今気持ちいいんですよあのスタジオの中空調もいいぐらいでだからね涼しいしちょうどいいね本当に湿度46%でそれは分からんけどいいのかどうかはピンとこないけども本当にねちょっとねいいねまあじゃあまた30分後にお会いしましょう寝るんかい本当にお会いしましょうじゃないですかダメですかダメでしょみんな見てるよ頑張りましょうかではですねじゃあこっちでまああの ね、あの復帰の日ですから、うん、復帰の日にちなんだ復帰沖縄復帰にちなんだちょっとこの曲をですねお歌流すの 1>, 1曲お送りしたいなと思います<お>ジュディーマリーで関係ないんじゃない多分多分だけど復帰の歌あるの復帰の歌なんです復帰の歌まこの言葉と沖縄復帰は相当絡んでるんや歌のタイトルがあってことそうそうそう歌のタイトル何お送りしましょうジュディーマリーでドキドキ <laughs> 多分ラブソングだな <laughs> ジュディアンドマリーねジュディマリー好きなんですよゆくちゃんが好きでえー、誰ボーカルボーカルコンティニューコインありがとうございますみんなコンティニューしてコンティニューああと1コインでコンティニュー30分延長できますあっ来た <laughs> ありがとうありがとうございます いや、もう平日、今日からまた月曜日で火、水、木、金とまた頑張らないといけないですからね。ねえ、頑張ってね、みんな。うん、もういいかなら、俺は。疲れた、もう。明日がまた授業なんですよ。ね<え>火、水、木、金が授業でね。僕は月曜日は休みなんですけど。うら羨ましいよ。いや、でもいいよね、月曜日は。 舞台とかライブの翌日って休みたいさ絶対休みたい絶対休みたいよ昨日はまたイレギュラーで日曜日だったからさ、うん、だから勝利はでも今日普通に授業でしょ普通に授業だったお休みだったんで <laughs> <laughs> よかったねいやでも結構ねあの別件でちょっと今日早かったんですよあ忙しかったね時間が結構早くて今日そう,そう,そうだいぶ早かったです今日しょうがないねうん、うん、死に早かった今日何時 夕方の5時遅っ遅っゲロみたいに遅いな <laughs> ゲロが何時に起きるかわからないけどあやびびさんありがとうございますねアカウント入れ替えてコイン検証<あ>アカウントとかあるんですか、うん、アカウントよくわかんないっすよツイッターツイキャスのこのああ、ねどうなんすかねねすごいねありがとうございます この後ですね、また曲が終わった後は CM を挟んであの CM を挟んでコーナーまた2つほどお送りしますのでよろしくお願いします嬉しいツイキャスでまたコメントが来てますアップルさんはめましてからアップルさんこんばんは「子どもの国」でのハイアップル見ましたあ,ありがとうございますウルトラマンの後ですよねおそらくうんアップルさんあり,ありがたいですね俺がはい 小学校のあ小学校かな、うん、ぐらいの時の友達に、はいうん、あの、顔がすぐ赤くなるから、はい、アップルちゃんって呼ばれてる女の子がいたんだけどもしかしたらじゃあ <laughs> ありえるかなアップルちゃんと関西あるかなアップルちゃん関あるから、うん、子供の国に来てたんだえーっとですねメールが来てますとはいはいはいえーっとどうやってこれ <laughs> <laughs> これメール開けないよねどんなかなねえどんなするんだろう うといもんでね、ねこの辺の機械系にはお願いしますあ、夜なみなさんです <laughs> キラキラキラ台湾情報バラエティ今やってるんですかです <laughs> 自分の友達が台湾で留学してるんですよ、はい、えあ竜大のそうです、そうですあ、竜大じゃないですね <laughs> あ、じゃあいラーの時だと思 アカウント4つあるからねすげえ多いねふは3つですねふふってああ本当だ。だ <laughs> 信じられない <laughs> もう間もなくあの曲が終わりますので <laughs> CM を挟んでまたコーナー2つほどお送りいたしますお願いします,します髪切りたいなー俺も伸びた髪切りに行きたいなんかみんな髪切る時期同じぐらいだよねえみんな だからみんな同じ時期に切っちゃうとまた次も同じになっちゃうよねふざけんなよ <laughs> なんで怒ってるの <laughs> 怒ってんの見えるに見えるよみんなとええー、申し訳ないです <laughs> 気をつけてはいうん笑っていい<笑>,<笑>,笑いいあーい,いねいい笑今 CM に行きましたので <coughs> はい 还有。 どうも沖縄国際大学の山代とですどうも琉球大学の荒垣勝利ですクーター進化ですクーター進化の集まれワッター進化はいでは2つ目のコーナー行きたいと思います2つ目のコーナーは俺たちは大きくなったえこのコーナーはですね去年20歳になった2人が大人になっていく上で 俺も大きくなったなーっていうエピソードを紹介するコーナーです早速もうあのツイキャスご覧になってるユアピッピ p さんから大人になったエピソードが来てますねはい私が大人になったなっていうエピソード病院一人で行け,る、うん、行けるようになったこと親と行くことが多かったからねってことええそうなんだ病院に一人で行ったことあります俺は耳鼻科ぐらいしかないなああはいはいはいうんだあの大きい病院行くときは大体 一人で動けないときだからね。確かにそうだよね。そうなるからねまあないな俺も。一人はまだないな。病院にあんまり行かないな体強いんだ。体強いっていうかまあ野草で治すんで僕。ドラクエ的なはい。薬草というか。すごいね。はい。積んで。え、マジはい。気をつけてよ。排気ガスとかいろいろあるから今。ではじゃあ、大人エピソード。大人エ大人ードあります乗ったら裏切るってんだろうはい、どうぞ。 おもろしってしなくなったのはいつからですかって俺今朝しましたおお参ったな今朝何年ぶりかぐらいにしてる本当にしたっていうかちびったやつさどんな夢見たばあのあの夢でしっこしてたわけわかるでも夢でしっこしたらさ本当にしっこしてちょっと パて起きたらちょっと出てるわけよあ<ー>あちょ,ちょっとよ <laughs> いやちょっとでも変わりないから、ね、そんなに出てはないよ <laughs> いや本当にでもおもらしは、うん、ねじゃあ,あのパンツとかには影響ないぐらいの <laughs> <laughs> わかる分からんえだってちょっとおもらししたらパンツには影響あるでしょあれでもあの深いじゃないわけよそ,そんなに別に <laughs> ああなるほどね意味分かった意味分かったわかるわかる <laughs> このー 本当に汚い話ですけどこのチンチンの先っちょ部分が濡れてる部分と触れ合ってるっていうそうじちょっとじわってなってるだけだわけちょっとああそうなんだそうそうそんなもんよええおねしょではないのかこれはうんおねしょではないーフなのかなセーフなんだね俺友達の家に泊まりに行った時におねしょしちゃってえっいつそれえでもめっちゃ前よめっちゃ幼稚園とかああでそしてうわやばってなって で友達をおねしょのところにずらして、うん、で冷蔵庫から麦茶取って<低>でそいつの他にさってやってわ最低本当に何でか分かんないんだけど最低だなその子のお父さんの他にはってやっなんでよやん <laughs> でよや本当何でか分からんけどでお前起きる前に帰った帰った <laughs> 最低だな 最低だね。今 <laughs> 後日あれお前だろって言われたけどね。あ,あ言われたんだよ。<laughs> うん、一応そうですって言ってたけど。最低だなマジで、<laughs> そんなえことがあったな、昔な。おもらし、その今朝やったんだ。<laughs> 今朝です、俺。ちょっと、ミキさんの世南さん聞いていいですかミキさんの世南さん聞いてください。<laughs> いつ以来ですかお、おもらしは。今って世南さんいく,ついくつでした僕24です。24? 四。二、はい、<歳>20歳超えておもらしとかってあります <laughs> <laughs> 記憶が全くないんで多分ないなってことは何かあったんすかいやいや違うそういうことじゃないただ単純にないってだけだああ記憶にないじゃあじゃあ大丈夫じゃないねああそうなんだ大丈夫じゃないってそうだ最終学歴じゃ最終学歴最後のおねしょ聞いた方がいい最初の最後のおねしょは覚えてます覚えてます最後のおねしょ 覚えてないいや覚えてないですね俺はあれだよ今回のがノーカウントだったら俺高校1年が最後だ今回あれそれでもそれでも遅いよ港。五5年ぐらい前遅くないそれでもうん5年ぐらい前へえが最後だなへえ俺はでも小5かなえ盛大にやったけどねでもあ盛大あ俺でも5年前も盛大ではないそんなに 5年前もこんな感じだからはい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 うんこあります？おねうんこ。おねうんこあるよって人お願いします。いはいはおはうんこはい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 はうんなんでわいはなんではい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 がいは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 はいは いつの話ちっちゃいときでしょだってこれはいや俺ちっちゃいときもないよ俺は覚えてないもんだって俺うんこ漏らしたってことでしょうんこ漏らしたんですよお風呂で一回お風ないお風呂でうんこ漏らしたことないでもおならと思ったらうんこだったこととかないないなあるあるある寸止めはあるあおならしようとしたらちょっと なんか下痢とかの時でしょあうそ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 う。のが若干出そうなったから、むってなって止めて、すぐ俺、トイレ行った。ああ、おっていうのあるジャ,ジャルで飛行機乗った時に。飛行機しかも。しかも飛行機かよ。コンソメスープ5杯ぐらい飲んだら、お腹壊して、あ<ー>おならした瞬間、うんこ出て、うわ,わわわわわ。あやばいってなって、お<う>ト,トイレのに流したパンツ。え、お前。<laughs> いや、いや、今日からあれな、うんこな。<laughs> あだなやだ茶色いしうんこ癖ありすぎだろううんこ癖悪すぎだろうどう考えてもそうねうんこ癖強いからいや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 そうですかうんそんなのはあったなわあいいですねうん健康な証拠だねまあ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 おならもでっかいしね俺めっちゃくしゃみもでかいよな家が揺れたと思ったってお母さんに言われた どんだけマリーバやんやーのプーよどういうことだろう一応俺あれで飛べるやつさマジで飛べへんやん飛べないだろ弟とかはどうなの弟とかさ頻繁だっけおならやばいわけ本当に頻繁なのやばいおなら頻繁なのおならマジでやばいえあいつのおならマジか本当に分からん分からんよこれおならのせいかは分からんけどあいつのおならしたタイミングで パソコンが固まったことある <laughs> おならのせいかわからんけどねい衝撃よ <laughs> 衝撃強すぎるだろおならのせいかわからないけどい衝撃強すぎるって本当に <laughs> <ー>そうだよねだからね中田猫さんイメージ変わるよね勝利のイメージ変わるお前こんなうんこって思わなかったもんお前 <laughs> こんなうんこって読めなお前がこんなにうんこなやつと思わなかったもん <laughs> <俺>どういうことだろ俺もうあれでもう俺 アドレス帳にもうんこで登録する。<laughs> やめろやめろやめろ<前>。<laughs> お前を。相方をうんこで登録すんな。<laughs> おかしいだろ。いや、するよもう、今日から。<laughs> 玉さん、お二人おし、指しゃぶりはしましたか俺、指しゃぶりもしなかった。あー、そうなんだ。なんかさ、しない、あの、しないように教育されてた、俺。へうん。俺は、俺してないか。だって、癖になって、あれって。 赤ちゃん指しゃぶりすぎたら、うん、ずっと指しゃぶるからあの親指のだけ成長しないでえっマ、ま、っちゃいまんまの人とかいるわけへそ<ー>うですそんな信ぴょう性高いウソついて <laughs> しかも今そんのことうんこって言いそうにしちゃった <laughs> 間違えてうんこやしやそうそう歯並び悪くなるって聞きますよ、ね、そうなんだ指しゃぶりすぎると おしゃぶりはずっとしてた俺のこ俺もおしゃぶりはしてたね。うん、おしゃぶり。今でもするよ。病気だよ。今やってたら病気で今でもする。心の病気だそれは。心心の病気でしょ。いや、しますけどね。指しゃぶりしてなかったな。今でもね。指しゃぶりはないか。指しゃぶりない。ね、なんか。いとこが、指しゃぶりあまりにも治らないから。 わざとマニキュアらしてないようにたいが嫌いでからいいとこあなるほどねちっちゃい時わざとマニキュア塗って加えさせないうんそういうのもあるんだねらしてたうんっていうのもあるみたいで指にうんこ塗ったらしゃぶらなくならずみんな離れていくよ 親もうんこの匂い好きな人いないしいないよやお前ぐらいだろ俺は嫌いだよ俺は嫌いな方でスイキャスご覧になってる方々もこういう時に大人になったなとかちっちゃい頃の思い出とかあとうんことかありましたのでぜのコメントいただけるとありがたいですのでよろしくお願いいたしますでは締めましょうかはい以上俺たちはうんこでしたどんなよ以上です ええ、お前、顔濃ゆいな。は、いや、もう濃いだろう。は、あいつも顔濃ゆいな。本当だ、あいつも顔濃ゆい。集まれ。ワわった、進化。進化はい、それでは、最後のコーナーは。これでお前も好きになる。 かかってやんの昔のヤンキーみたいな <laughs> このコーナーはコンビの片方がもう片方に対して自分が好きなものを熱くプレゼンプレゼンし無理やり好きになってもらうコーナーですはいえー今日僕がプレゼンするのはね、はい、うんこです<笑><笑>ええー。奇遇 <laughs> もううんこについて語り尽くしたんじゃない <laughs> 嘘ですあ嘘か今日はね、うん、まあたびたびこのコーナーであの拙者があのねプレゼンしてる シリーズで拙者った拙者っていう言い方でも気づいてると思うんですけど、うん、今日僕がプレゼンするのはですね「サムライ」じゃなくて「はい」<laughs> もう早く発表してね忍者お忍者かでもなく「<laughs> 何ですかドラゴンクエスト4」関係ないしも、はい、なの本当に 引っ張りすぎでしょドラゴンクエスト4導かれし者た達まあドラゴンクエストが今1から10あって軽くちょっとドラクエの説明して忘れちゃったあの RPG ですねロールプレイングゲームですはいはいはい冒険冒険系ね冒険して勇者が最終的に悪者を倒す魔王を倒しに行くっていうのこの1から10あって新作111作目が あの今年の7月に発売されるんですけどはい、はい、まあ4作目4作目シリーズの4作目の「ドラゴンクエスト4」うん「導かれし者たち」について今日はちょっと僕プレゼントしたいなと面白い面白いですねあのー、まあこの作品自体は相当古い作品なんですようんええー、90年代ぐらいかおお結構前だね結構前の作品なんですけどうんはいああもう今いいですね BGM これ完全にドラクエ4の へはい、まあ,あの僕はドラクエの、あのー、こう1が 1>、うん、もう80何年だあれはあ<ー>80年代後半ぐらいで結構そうそう,そう86年がおそらく3だったと思うんでへ最初に出たのがもう80年代80年代で<ー>、あのー、どんどんリメイクされるんですよ、うんあのー、ファミコンだったのがゲームボーイ なったたたりりりとととかかか DS でででで出出しし Wii あるんすよ僕ドラゴンクエスト4は小学校4年生の時かな ?DS でリメイクされたんですよ。もともとデバイスがファミコンだったんですけど DS でリメイクされて僕 DS でプレイしたんですけど楽しかったですよ。あのですねドラゴンクエスト4はシリーズで唯一のオムニバス形式なんですね。 オニオンですオオニンとオムニバス、オーしかあってないから、オーと2しかあってないから、オムニバス形式でして、章分けされてるんですよ。第1章、第2章、第3章、第4章、第5章と数学の教科書みたいな感じそうそうそうなんですだから、序章を含めて全部で6つの章に分かれてまして、またそれぞれ、章でそれぞれ主人公も異なるんですよ。 序章のまず主人公は勇者なんですけど、うん、まあ固定あの主人公ですよあのドラッグエー4の勇者で1章2章3章4章はまたそれぞれ、うんあのー、またストーリーがあって、うん、5章で、あのー、第1から第4章までの主人公が第5章で集まって勇者のもとに集まって全員で冒険していくっていう流れになっててー面白い。 勇者と出会うまでの他のキャラクターの道のりを第1章から第4章で行うんですね。なるほどね軽く説明しましょうね。うん、まあ序章のまず主人公、うん、このドラクエ4の勇者、うんまあ、まず序章からなんですけど序章は本当にあっさり終わるんですよ、うん、あの勇者が育った村に、あのー、魔王、うん、魔界のボスの魔王と。 手下の魔物がやってきてき、うん、勇者以外の,この村人全員が殺されますあらはいそれでまず序章が終了します結構最初最初っからシリアスだねあの魔王がピサロっていう名前なんですよ<ー>ピサロはあのいずれ天空の勇者があの出てくるだろうと、うん、で天空の勇者はまだ力弱いから、うん、強くなる前に 殺しに行くって言ってなるほど、ね、勇者がいる村を襲撃するんですよ。あ<ー>で勇者天空の勇者主人公勇者はあの天空人っていう空の人と、うん、あの地上人人間とのハーフなんですよ。で特殊な能力が持ってて面白いであのその勇者の村の村人はこの勇者って分かるんですよこいつが勇者っていうう主人公がだからみんなでかばうんですよ勇者を。 だから勇者が魔王にバレないように地下に案内さ案内するんですよ、うん、幼馴染の女の子が、うん、で幼馴染の女の子が生き延びてねって言ってモシャスっていう呪文唱えて、うん、この幼馴染の女の子があの勇者と全く同じ姿に化けるんですわで魔王のところに向かって殺されちゃうんです、えー、で魔王はもうあよし勇者殺したってなってまたいなくなっていくんですけどうはい結構重たいそうなんです それで序章がまず終わりますーラーメン餃子後ートに重たいの来たなまたいや待って待って待って,待て <laughs> 重たいのはお前意味が違う <laughs> ヘビーの意味が違う <laughs> マジで、はい、へえ<ー>まあそういうことなんですよ<ー>でまた第一章があの王宮の戦士たちっていうサブタイトルで王宮の戦士たちあのライアンっていうお城に使えるあの戦士がまず主人公なんですよ、うん、であのここでまたこの魔王ピサロの影響によって このバトランドっていうお城に使えてるんですけど、うん、お城の周辺の森とかでちょっといろいろ異変が起きてはい、はい、それをまた攻略してライアンは旅に出ていくんですよ。<ー>で第2章はおてんば姫の冒険っていって、うん、またこのお城の今回この王女様お姫様が主人公で<ー>お姫様がいな,な 2> 第2章のお姫様はとってもおてんばなんですよ、うん、おてんばであのとっても力強いんですねパワーパワーがあるんだ。 パワーがあっておてんばすぎて、あのー、執事みたいなおじいさんと、まあ、前田夏樹みたいですねそう本当にそうだね <laughs> そうそう前田夏樹が主人公なんですけど、うん、<laughs> 違う違う違うそれは違うからそうあの執事のおじいさんと、うん、お世話係のお兄さんがとってもこき使われてあまりにもこいつにそうそうあの自分勝手に歩くからもうん 行動を共にするんですよ<ー>そしたらまたそのアリーナ姫っていうんですけど主人公アリーナ姫がいるそのお城周辺でもまた魔物による影響で異変が起きてそれをまたクリアしてまた3人でこの異変を突き進めるためにっつってあのあのまた冒険に出るんですよ。はー面白い で第3章第4章も同じくまたそれぞれのストーリーがはい、はい、あって5章で全員が巡り合うんですよへえ<ー>これがドラゴンクエスト4のサブタイトルである「導かれし者たち」っていうことで主人公に導かれたこの仲間たちでまたこの魔王ピサロに立ち向かっていくっていうストーリーなんですよすげえ、はい、面白いねそうなんですよであのまあ勝利が言いましたように、うん、なかなか重いでしょ重いあのーまあ、僕小4だったんですけど、うん 小4で初めて「屍」っていう単語を僕知りました <laughs> 母親に「屍」ってどういう意味って聞いたら「うん、あの死んだ人の死体のこと」って言われて俺は衝撃を覚えてる湊斗は結構ゲームで単語を覚えてるよね俺はね中学校1年生までの国語はゲームで <laughs> 賄えるの中学12年ぐらいまで、うん、<laughs> 結構いけるんだ結構いけるすごいなでも研究結果出てるんですよゲームは頭よくなるってへえ<ー>、はい やりすぎはよくないけどねだから東大生の東大に現役で受かった人は全くゲームしてないと思いますああちゃんと勉強してるちゃんと勉強してる僕みたいに中途半端な頭のいいやつはゲームがゲームばっかりですそうなんだねこれ小4で初めて鹿真似を知っている言葉知ったんですけどんかいろいろストーリー中にこう 洞窟、うん、宝があるって言われてる洞窟掘り進めていったら過去にあの悪い魔物が封印された場所で、うん、爆発して <laughs> いっぱいその洞窟の前で人が倒れてるんだけど、うん、話しかけたら返事がないただの屍のようだっていう。<laughs> 言葉が出るわ。そんなそんな言葉が出るの。そうそうそう。で普通に骸骨が倒れてたりもする。で骸骨に話しかけても返事がない。ただの屍のようの。わかるだろう。それわかるだろう。そうなんです。返事ないかどうかわかるでしょうでですねあのま最終的にというかまあ魔王軍とまだ天空これ天空っていう単語がとってもキーワードになってましてま主人公が天空人と人間のハーフなんですけど最終的にこの はるか昔に魔界の魔,王魔物側とこう天空、うん、マスタードラゴンという竜が神様とされているこの天空軍で昔、戦争が起きてそれがまた引きずっているという物語でそういうことなんですけどあ,のあれなんですよ主人公の親はもともと主人公のお母さんが天空人であのお父さんが人間。 きああ木こりだったって言われてるんですけどああ、あのー、主人公のお父さんはあのマスタードラゴンに殺されてるんですよへえ<ー>なぜかっていうと、うん、人間と天空人が恋に落ちてしまったもんだから、うん、人間と天空人がうまくいくかっつってマスタードラゴンぶち切れて 2>, <え>2人を引き離して、うん、挙句の果てには地上に戻った人間であるこの主人公のお父さんに雷を落として殺してるんですよあいやー そうそうでも最終的に勇者として目覚めた主人公に <laughs>、うん、あの魔物の手から天空人たちみんな助けられるんですよ <laughs> お<う>俺が主人公だったら絶対マスタードラゴンぶち殺すんだ <laughs> と思うんですよまあ,まあまあまあね、はい、親父殺されてるから、ね、そ,それでも偉そうな振る舞いなんですよ <laughs> マスタードラゴンは <laughs> そうなんだこれはちょっと俺許せだねないなこれ湊トは「ドラクエ123」うん、とかもやってるの ワン、ツー、スリーは俺ワンはクリアしたあ、やったんだで、ツーは途中まで進めてやめたファミコンでやったってことああのねだリメイクされてるやつ<ー> Wii でリメイクされててワン、ツー、うん、スリーは1枚のディスクにワン、ツー、スリーがもう含まれてるソフトがあってそ,そうなんだそれ買ってワンはクリアしてツーはちょっとめんどくさくてやめて <laughs> めんどくさーはまだだわけよ、でもーが シリーズで一番って言われてる枠さ<ー>結構人気高いから早くやりたいけど、うん、2>, 2が進まないもんだからそうだよねはい <laughs> 2早くやってなあて、ね、本当にやりたいんですけどでも4は本当に楽しいです4もすごい人気なんですちょっとやってみたいねまた RPG「ドラゴンクエスト4」導かれし者たち、うん、ちょっとやってみようかなすごい楽しいですいろいろあるんでこの物語だけじゃなくて 物語の他にもちょっとしたなんかストーリーだったりサブストーリーだったり<ー>特にリメイク版はファミコンのソフトとはまた違って、うん、第6章っていう新しいこのストーリーも設けられてるんですよあさらにはいへー。第6章ではなんとラスボスであるピサロが仲間になるんですえで誰がボスになるのここれれがねまた面白くて 言っ,ていい言っていいですかいい、ね、あのピサロっていう、まあ、デスピサロっていうんですよ、うん、あの魔界での名前がデスピサロの手下の四天王って言って、うん、四天王の一人が、あのー、こうピサロの恋人のエルフっていう女性がいてエルフの女性は人間も好きだから、うんあのー、魔物と人間がちゃんと共存できる世界を望んでて<ー>でもピサロは。 いや人間なんてっていう感じなんですよ。うん、魔物だけでいいじゃないか魔物だけでいいじゃないかっつって、うん、でもエルフがそういうもんだから、うん、ちょっとまあ渋々渋々してるわけですよはい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 ,、はい、いやでも人間はあれだぜみたいなこと言うんですけど、うん、でもこの四天王のうちの一人のエビル・プリーストっていう魔物がいて、うん、まあこいつも強い魔術,あの魔術師なんですけどこの魔術師が人間を雇ってこの人間に エルフを殺させええでエルフが人間に殺されたっていうのを知ってピサロがぶち切れて進化の秘宝っていうあのすごいこの秘宝を使ってだからを使ってもう全く自分の意思もないただただ破壊と殺戮を好む魔物になってしまうんですよあ<ー>ピサロがピサロがねだエビル・プリーストはそれをだかららなる人間の破滅と魔界の 発展のためめにわざとこう、うん、はめて、うん、でピサロも進化の秘宝を使ってしまったもんだからもう自我もないから <laughs> 自我もないやつに魔界の王なんて務まるわけがないからっつってそれを狙ってエビル・プリーストがあれだわくまた自分が、ま、魔物の王になろうとして<ー>で第6章ではそうなるわけ <laughs> で第6章ではあの世界樹っていうすごいあの。 魔力がが秘められた木があって、うん、世界中に何千年かに一回だけ咲く花があって、うん、その花を使ったらどんな人でも蘇るっていう伝説があって世界中の花を使ってなんとエルフを蘇らせることができるんですよ<ー>第6章で主人公たちがこのエルフを蘇らせてエルフがピサロが危ないっていうわけよ、うん、でだからピサロのところに行くんですよ、うん、そしたらもう主人の秘宝を使ってデスピサロになってるから。 本当だったらここでピサロと戦いになるんですですピサロを倒してエンディングってなるはずだったんですけどエルフがいるからピサロは進化の秘宝が解き放たれて元に戻るんですへえ、うん、でもピサロは疑問に思うんですよね、うん、なんでお前死んだんじゃなかったのか、うん、でなんで人間と一緒にいるって言ったら「よみがえらせてくれた」っていう話をしてピサロはこの勇者に恩義を感じて。うん ピサロは勇者の仲間になるんです<ー>で仲間になって自分をはめたエビルプリーストをみんなで倒しに行くんですああなるほどねただここもね一つだけ矛盾があるんですよ、ね、矛盾矛盾というか勇者おいお前それでいいのかっていうのがあってなんだよ勇者はピサロに最初に <laughs> そうだよ自分が生まれ育った村滅ぼされてるんですよ <laughs> そうだよそうだよそんなやつを簡単に仲間にできるのかと 俺ならぶち殺しますけど港だったらもう2人殺してますからそうですそっかそうだよね確かに考えたらなか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 結構勇者の器広すぎて俺はうでかいなバカじゃないのって何回も思ってたんですけどねすごいねそれも含めていい作品となってますのでぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いします面白い。はいじゃあ来週はじゃあ勝利が俺に何かをプレゼンしてくれるってことプレゼンしますよお願いしますねはいでは以上 これでお前も好きになるでしたはいエンディングですエンディングあのー、僕ら若手芸人が主催としている平成一期というライブ第六回の日程が決まりましたので はい、公表したいと思います、はいえー、少し先になっちゃうんですけど6月の29日木曜日6月の29日木曜日に、はい、第6回平成一期、えー、若手芸人ライブを行いたいと思いますのでやるぜ那覇でね那覇のバンターハウス国際通りの沖江通りのあるバンターハウスというライブハウスでやりたいと思いますので6月29日ですのでよろしくお願いします絶対来てくださいまた SNS とかで情報を拡散していきますのでね、うん ぜひあのお時間ある方は遊びに来てほしいですよろしくお願いしますであとは今週は小沢笑い劇場もね小沢笑い劇場ね土曜日にあるので、うん、沖縄市民小劇場はアシビナーで小沢もねあるしまたその翌週は早春バ,バラエティーショーそう早春バ,バラエティーショーはまた新歌出,、ね出,ね、出ますので、うんまあ、SNS 等で告知しますのでね、はい、遊びに来れる方々はぜひ 来てください詳細調べて FEC のまたホームページにもたくさんライブの詳細が載ってますんでうんでも平成一期が一番面白いなそうだね若手が一番なんだかんだ面白いんですよ、うん、だから6月29日もうすでにスケジュール帳ある人は手帳にも書いててくださいそうですよ是非よろしくお願いします、うん、やりますので勢いがあるんではいそしてですね明日の火曜日の 沖縄国際大学の二元の授業は僕、沖縄戦に関する歴史を研究しますので、よろしければ皆さんぜひ、行かないでしょ。遊びに来てくれたらな誰が行くば誰も行かないでしょ。あのう他の植物病理学概論があるので、琉球大学。琉球大学。<あ>3号館の303だったかなああ、そうですか。どこですか農学部201で行いますので、ぜひお時間ある方々はぜひ。 お帰国と流大に足運んでください <laughs> よろしくお願いします集めに来てくださいではまた来週住み親 <laughs> おやすみ <laughs> いやそうですよね中田猫さんが言う通りに今日はやっぱりあのガリガリガリクソンとあのうんこの話が <laughs> ガリガリガリ クソって入ってるしね。<laughs> クソだらけなんよ <laughs> えー。海ホタルさんもありがとうございました。ありがとうございます。また閉鎖もよろしくお願いしますね。よろしく、えー、お疲れ様でした。ありがとうございます。また来週もやりますので、はい、是非ともお楽しみに！ということで、また一週間みんなで頑張っていきましょう。ありがとうございました。本当にね。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。